皆さんこんばんは、平成ミドラミンゴです。リコさん、一つ聞いていいですか？どうぞ。あなた本当に痩せる気ありますか？何を言ってるのかしら。あるに決まってるでしょ。ですよね。私たちちょっと本気でダイエットします。はい、それもファスティング。ファスティングってどういうものかご存知ですか、皆さん？私の認識では何かを飲むんですよね。何かを飲むだけっていう、そのそういうやつですよね。はい、あるものに置き換えた上で食事は取らないんです。はい、食事は取らない。はい、今日から3日間食べれません。じゃあ代わりに何を食べろというんですか？これです。うん、お嬢様酵素。こちらのこの方に頼って、はい、3日間朝昼晩とこれを飲む、置き換えるね。今日は初日ですよ。その前に、はい、体重測定しましょうか。体重公開しない限りは痛せないと思うのよ。あ、もう用意できてんだっけ？用意できてますよ、こちらに。はい、お願いしてもいいかな。じゃあ、うん、お願いします。じゃあ乗りますか。あ、はい、乗る乗る。じゃあちょっと待ってくださいね。うん、うん、それでは乗らせていただきます。ちょっと待ってくださいね。あ、これ平地でやんないとおかしいことになるでしょうね。もうあんた、なに。いきますよ。お願いします。タタ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 。飲みましょうか。はい、うん、うん、炭酸で割ります。え、どの味にしようかな。どうしようかな。すげえ、マジでタピオカじゃん。そうだよ、大満足じゃない。これこちらですね、ジュエル。4色の万南タピオカ。おいしそう。うん、いこいこ。あ、蓋もついてんじゃん。え、タピオカ。うわー、すごい、ありがとう。何、いただきます。いただきます。うまっ。え、うまい。なんか海辺飲みたい。楽しめるじゃん、この食感をさ。これマジありがたい、ね、噛むことができるから錯覚起こしそうじゃない。うんうん、よく噛め、よく噛む。30回ぐらい噛むの。うちのね、うん、友達こんなペットボトルにほんと茶色を薄めたみたいな色のをずっと飲んでて、それしか飲まないの、食べないの、ご飯を。え、ずっと？ずっと。で、ちょっと匂い嗅がしてもらったらマジで臭いの。絶対あれは無理なのよ。マジ、うん、美味しくいただけるじゃん、これは。これ美味しい。うちらはこれで過ごしますので、はい、どうか見守っていてください。痩せる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 。炭酸水飲んでいい？あ、いいよ。それはいいね。うん、普通に水分補給ですから。水分補給、うん、コップの縁側に多分味ついてますから。まだ味は。どうどうどう、味するでしょ。どうする。ファミチキ、ファミチキ食べたい、食べたい。油、中から出てくる油、ね。もうめっちゃお腹出てんだけど。え、ね、溜まってる感じするね。溜まってる、お腹いっぱい。ね、マックとか食べたい。うん、最悪ね、もう黙って。ごちそうさまでした。一食目、はぁ、頑張りましょうね。バイバイ。よトロピカル、フルーツが入ってますね。果肉、美果肉、パパイヤ、マンゴー、パインが入ってる、このフルーツっぽいやつをヨーグルトに混ぜて食べようと思います。フルーツがね、こう何個か入ってます。いただきます。美味しい。美味しいわ、美味しい。普通に家族はなんかハンバーグを食べてたんだけど、今私はその匂いを嗅いでるともう食べたくて仕方なくなっちゃったから、部屋にこもっといて、今もみんながいなくなった時にこう一緒に降りてきて飲んでるわけなんですよ。ね、ダメ。こういう時にさ、実家に暮らしてるとさ、あの、なんていうの、ハンディトラップみたいな、そういうのがさ、あるから、それに耐えられるかがマジで心配だわ。また遊んでね。ちょっと私一人だったらこそっと食べちゃう気がするから、マブに監視してもらおうと思って2日間マブの家にこもります。これこれこれ、こちらいただきます。このトロピカルフルーツ、このフルーツが入ってる、あの、結構あの最終手段みたいなやつをもう初日に行きますから。私はね、どう思う？どう思う？私ダイエットしてるの頑張ろうって思ってるんだけど、応援してくれるかな。
抜いてくれる？炭酸水で割っていきます。いただきます。うわ、ありがとう。サミー、最低だよね本当に。てめえに人の心はあんのか。カフェフレーバーのタピオカにしました。無糖の紅茶を入れて飲みたいと思います。すごい、このタピオカに味がついてる。うまいわこれ。朝はあんま食欲ないから、いつも意外とこれでも持ちそうな感じがしますね。タピオカが結構大きいから結構満足できるかも。ドライ、ご飯食べたい。そっちはどう？頑張ってる？私は頑張ってるよ。終わったらラーメン食べに行こうね。約束だよ。多かったかも。トロピカルのやつをまたヨーグルトに混ぜてお昼ご飯を取っていきたいと思います。ちょっとリアルにあと30分以内に家を出なきゃいけないので、ちょっと爆速で飲みますね。ごめんなさい、本当にお腹の隙用が今ピークに達していて、なんか本当にどうしたんだろうって。もうこれやっぱりフルーツが入ってるから食べ応えがある。噛むものがあるとやっぱり違いますね。え、てかずっとすっぴんで出てる気がするんだけど、動画に。朝飲んだこれが美味しかったんでリピートしちゃいます。ちょっと体が軽くなったような気がする。肉を持ってこい。アップしよう。ティオヒコ君だったら多分続けられない。スイートとかでもそういう感覚もないので、さっさと飲んでいきたいと思います。こちらですね、カクテルフレーバー、これを飲んでいきたいと思います。ディアーズ。ずっとでも気分を上げるためにこんなグラスで飲んでみました。なんかやっぱり日中は平気なんだよね、意外と。あの、やめてもらっていいですか。今から飲みます。泣いてんじゃんよ。ねえ、涙の理由を聞かせなよ。どうしたの？ねえ、悲しかったよね。この通りですよ。痛し。バリエーションあるから楽しめる。飽きない。また来たんでしょ。ねえ、尻尾で会話しないよ。目と目合わせな。寒い。カフェフレーバーで豆乳を入れました。朝4時ぐらいにお腹空きすぎて目覚めてってなったんだけど、一人で喋るのが本当に嫌いなのね、私は。これどうして、今年の目標だよね。だから一人でいっぱいみんなの前でおしゃべりするっていうのが今年の目標なんだけど、本当に嫌いなの。一人の空間で喋るってことがさ、まずおかしいじゃんよ。ね、ほら誰も反応しないわけでしょ。もう頭のおかしい人じゃんよ、一人で喋ってるなんて。
ほらもう、もうやだ私この空間。3日目の朝にいただくのはこちら。チーカム食べてよ、朝から。君の体の中はトロトロだろうな。やってんの。ダイエット食っぽくないのがありがたい。なんか精神的に安定した気がする。3日目にして。お腹が空いた、やったね、やったね。お腹が空いた、やったね、やったね。ほらね、朝と変わってないでしょ何も。だって動いてないんだもん、ここから1ミリもね。炭酸水でこのジュエルちゃんを割って飲みたいと思います。え、今日な、え、今日で終わりだよね。そうだよね。びっくりした、びっくりした。あと1回夜飲んだら明日からハッピーライフ、ハッピーホーム、ダマホー。見てドレミちゃん、可愛いでしょ。可愛くない？可愛いでしょ。あげないけど、普通に考えて。あっと、やば、仕事できるね、ありがとね。どんだけやって思って回してくれたんでしょ。本当できるんだよ。これでした、ごめんなさい。2日目のお昼はこのトロピカル飲んでます。ごめんなさい、普通になんか、うん、普通に飲んじゃってた。本当ごめんなさい。 YouTuber 資格もうなんかね、覚醒してるから。私だいぶぎっそりしてるでしょ。もういる？画面上にいる？私見えてる？今日はね、最終日ということで、ジューっていう、もう、あの、カクテルのフレーバーのタピオカで、炭酸水と混ぜて作らせていただきました。あの、本当に、皆さんお疲れ様でした。お腹が空いたっていう感覚はもちろんあるんだけど、我慢できるようになったというか、そこはちょっとなんか食に執着しなくなったのかなと思います。ちょっと変われたんじゃないかなっていう感じで。私的にはこれが、この味が一番気に入りだから、最終日まで残しといたんだけど、これがね、なんかさっぱりしてて一番飲みやすい。炭酸水と混ぜたら本当にカクテルみたいな味するから美味しい。私たちは痩せているのでしょうか。ねえ、動かしすぎ。皆さん本当に3日間あのお付き合いありがとうございました。バイバイ、ごちそうさまでした。はい、こんにちは。ちょっとなんかね、お風呂に入った後なんで、あのギドギドなんですけど、そんなことはどうでもいいんです。静かにしてください。はい、ごめんなさいね。あのジュエルさんいただきたいと思います。本当にこれ美味しいから。炭酸で割ったんですけど、もうね、炭酸抜けちゃってるんですけど、うん、そんなこともお構いなしに美味しいですね。うん、さすがといったところでしょうか。うん。ごちそうさまでした。本当にね、あのこの3日間なんか頑張らせていただいたっていうところで、途中でちょっと悟りを開いて、もうなんか何でもいいやみたいな感じになっちゃって、うん、幸せ感じてます今なぜか。はい、こう自分にお疲れ様でしたっていうことができないんだよね。こう自分に言いたいんだけど、こうお疲れ様でした、うん、これが限界みたい。それでは乗っていきたいと思います。なんだか体が軽い。あ、え、減ってるよ。本当だ、でもそれそうだよね。うん、あ、あ、だステップ考え、うん、そのままかも。それはごめんステップ、あ、そう、うん、ごめん、乗るわ、ごめんうん、ごめんすげえ、マジ。サンキュー。うん、映ってる今これ見えてるのかな。見えてないかもしれないわ。見えてないかもね、うん、大丈夫かな。ここだよって一応ね、とこ手とこ、うん、そうだね、手とかで分かるか、うん、体が軽くなったような気がするの、うんうん、で、うん、顔の大きさあれ変わってるってなるんだけど、うん、脱いだら違くない？え、分かる、正直分かる、すごい、ね、分かる。だめ、顔はうちだって変わってないでしょ、別に顔、うん、でしょ、うん、あんたも変わってないから、ね、うん、顔はでかいままで。あんな美味しくていいのかなって思った。思った、うん、結構なんかファスティングっていう言葉だけ聞くと、うん、栄養取れないし、うん、飲み物だけで、うん、危険なダイエットみたいなイメージ。分かる分かる分かる。けど107種類の野菜とか果物からの取り出された酵素が濃縮されてるみたいな、うんうんうん、もう107種類って言ったら人間の煩悩の数と一緒ですからね。108ですね。しかもその今だったら初回で100円、うん、100円だって初
1回100円で、はい、今ならお試しで、うん、ちょっと怖いな、どういうもんなんだろうなっていう、うん、ちょっとお試しがてらにやってみるのもいいかもしれない、うん、うん、100円だったら手出しやすいしね、出しやすいね、うん、それでは